ございます。11時25分、2月24日です。もうちょい3月ですね。寒い、本当に寒い。紅茶も飲んでます。いやー、もうこの前まであったかかったのにな。いやー、あれだな、マジでどうなんだかもう3月入りますけど、この調子で3月もクソ寒いのかな。もう気分的にはね、もうスプリングの気分でした、僕は。はい、先週はもうよし、春が来るぞっていうことだったんですけど、いやー、はい、ということで、ちょっと紅茶飲んで落ち着きたいと思います。はい、お疲れ様です。6時ですね。はい、家の方を片付けてました。かなり綺麗になったと思います。はい、だいぶ荷物が削りました。かなり削りました。ほんと必要なだけですね。あとは、あとゴミをですね、出せば OK って感じですね。いやー、疲れた。なんか久しぶりだな、このアングル。いやー、マジで久しぶりのアングルっすわ。いやいや。ただね、寒いね、やっぱね。寒いです。部屋も広いんで、やっぱ暖かさとエアコンのなさとっていう感じで、はい。ちょっと久しぶりにですね、エイペックスちょっとやってみようかなと思います。その後、もうなんか眠いんで、このままもう実家で寝ようかなと思ってるんですけど、布団がですね、ないんですよね。あれしか。はい。まあ、とりあえずちょっとダウンロードしましょう。アップデートあると思うんで。はい。はい、ということでですね、今から帰ります。めちゃくちゃ眠いです。はい。疲れたな、今日は。ちょっと、今の時間がですね、6時49分なんで、配達して帰るかな、ちょこっとだけ。今ね、すっごい眠いっす。疲れた。帰ります。はい。お疲れ様です。今の時刻が、9時49分、24日ですね。疲れた。めっちゃ眠いです。いやー、今日はちょっとですね、動画は全然撮ってなかったんですけど、朝一ですね、まあ、配達行って、でちょっとオーダーが鳴りやんだんで、ちょっと実家の方に戻って、それで片付け始めたんですね。でそれに伴ってですね、ちょっと家にあるプレス5、アパートですね、アパートにあったプレス5とディスプレイをですね、もう全部実家に持ってって、あのプレス5はですね、実家の方でプレイするという形にしました。はい。3ヶ月後くらいにね、またこちらの方に戻って来る可能性もゼロではないですけどね。ありそうだな。また光回線とかつなげてね、やっぱプレステ5やりてえわっていうことになるかもしれませんが、ひとまずはですね、私の、このミニマムのね、部屋ですね、そちらの方をですね、堪能しております、現在。はい、断捨離楽しんでるんで、今すごい断捨離が楽しいので、俺の趣味ですね。はい、ということで、とりあえずプレステ5とディスプレイ、あとなんかあったような気がするんだよな。なんかとりあえず全部、とりあえず実家にぶち込んで、でいらないものをですね、実家にあったいらないものを全部ゴミ箱に入れて、はい、ゴミ袋に全部ぶっ込んでって感じですね。あとはまあお父さんの方が、あれか、父親の方がですね、ゴミ捨てますんで、はい、お願いしますっていう感じで。衣服も結構削りましてね、全部資源ゴミっていう感じにしたね。はい、いや、すっきりしたね。はい、かなりすっきりしました。まだね、そげる部分はあるんですけど、ちょっとこれでステイしたいと思います。はい、もう断捨離は終了ではないんですけどね、次あれがあるんですよ、メルカリがあるんですよ、メルカリが。ちょっとですね、キャンプ道具でですね、あん中入ってんすけど、はい、あん中入ってんすけど、それちょっとまだメルカリに出してないんですよ。出さねえとな。洗いテントは売れたんですけどね。それは明日でいっか。はい。今日は疲れたんで、もう寝たいと思います。ということで、おやすみなさいです。お疲れ様でーす。